え皆さんは磁石といったら何を思い浮かべるでしょうかこの写真のように磁石はクリップや鉄くを引き付けるということは皆さんご存知だと思いますでもこの磁石が地球環境の改善に役立っているということを皆さんは知っていたでしょうか今日私がお話しする磁石はネオジム磁石という磁石でこの磁石は日本初の先端技術であり 現在世界最強の磁力を誇っていますこの最強の磁力を使ってハイパワーで高効率のモーターが実現できましたこのモーターによって電気機器の小型化軽量化が実現しましたこのモーターは特に電気自動車ハイブリッド自動車の実用化に大きく貢献しましたこれらエコカーの実用化によってその燃費は向上し 現在では年間で5700万キロリットルのガソリン需要が削減されましたこのように日本が生んだ世界最強ネオジム磁石が原子力発電所数基分の省エネ効果を実現しており地球環境の改善に役立っているんですでもこの磁石には弱点がありましたそれは熱に弱いということですこのネオジム磁石はネオジム鉄 酵素といった元素から構成されていてこれらの元素が小さな磁石となって配列し強い磁力を作っていますしかし自動車の環境温度である200度まで温度が上がってしまうとその配列が乱れてしまい磁力が弱まってしまいますそこでこの耐熱性を上げるためにレアメタルといわれるディスプロシウムという元素を加えて 耐熱性に強い磁石を作る製法が開発されましたしかしこのディスプロシウムという元素は非常に値段が高くまた資源的にも希少であってその安定供給に課題がありましたこのためディスプロシウムを使わずに耐熱性の高い磁石を作るという要求がありましたこのためには磁石の構造を調べて このディスプロシウムなしで耐熱性を高い磁石を作る製法を改良するということが必要になりますこの磁石の構造を調べる手法として私が研究していたのが磁気高学化効果による軸観察です軸というのはこのミニ磁石の配列のことですが通常目には見えませんしかし変更という光を使うことでその軸を目で見えるようにできます この軸観察によって熱や材料による軸の変化を観察し磁石性能の発現メカニズムを解明することができましたこの研究成果によって実際にディスプロシウムを低減した抗体熱磁石を開発できました今後も地球環境を改善する先端材料である磁石の研究開発は続いていきます